コンサート前のルーティーン。いやということで、はい、今日はコンサート前にすることをやっていきたいと。おやすみ。内村くんと森山で、まあ、今回はね、コンサート前のやっぱ緊張しちゃうんで、そう ね緊張しないようにさ、そうこうみんなさ、うん、いっぱいやることあるじゃん。そうね。内村はどういう感じ？俺だったら緊張するとあくびが出ちゃいます。だから緊張をほぐすためにやるね。俺は普通にこう震えるじゃないですか。こう止めます。こう頑張ってこう心を落ち着かせ、深呼吸、深呼吸します。深呼吸。もっと変わったのない？変わったの。例えば、まあ、変わってはないけどさ、汗と俺だったら殴り合って背中で、ああボン。コンサート裏でやるときは、うん、やっぱし静かにパンってやるとベチンとしちゃう。これねよく背中をパンやる。それの最終形態がアジと俺は殴り合って殴り合って、もうめちゃくちゃ生々しい音するの。ボツみたいな、ボコみたいな。そうだって足やべえじゃん。一回やってあげる。これいいよ。え、マジやばい。背中だよ。背中とかする。あー、なるほど。あー、あなるほど。切ってない。どう？なるほど。なるほど。変わったのはない。普通になんか緊張したら、普通に人に冗談を言う。なんか、あー、ふざける。そう、ふざける。でもなんか、結構そういうのあってね。なんかコンサート前にこうやってふざけたり、あえて、振りとかこういう時って確認するんですけど、うん、あえてこう、そう、あえてふざけて、そういう全部疲れを吹っ飛ばしたりとかする。そう、こんな感じ。今そうです。そう、あとあれだね、組体操するよ。組体操しなくね？え、組体操よくするじゃん。組体操なんかしない？え、よ、するじゃん、するじゃん、しようよ。Ha ha ha!